というわけで囲み取材始めたいと思います。冒頭に皆さんからちょっと、リクエストがあったのでマスクを取った形でということを、やらせていただいております。それではよろしくお願いします。どなたか、あ、じゃあどうぞ。 NHK の山口と申します。今日衆議院が解散ということで、これどのように受け止めて、どのような解散だと感じてらっしゃるでしょうか。またこの衆議院選挙どのような政策の転換を求めていきたいか、どのような意気込みで臨みたいかというところを、今回のこの解散を名付けるならば、棄民解散、民を捨てる解散だと私たちは考えています。つまりは何かと申しますと、手続きのみを進めるための、次にもうすぐ選挙に行くためだけに開いた、これは解散であろうと。で、今一番やらなきゃいけないことは何かというと、やはり、先進国と比べても、自殺が国内では多くなってます。で、一方、先進国の中では、積極財政によって自殺者が減っています。この差は何かというと、やはり、国が大胆に、人々の生活を底上げするということを実際にやっていっている、積極財政をやっていっているということです。要は絶望に陥らない、不安にならないというような状況を政府がしっかり政策として担保しているということ。日本は、180度違います。2020年度、補正予算で30兆円、その予算を余らせた。予算の未執行ですね、30兆円分、これを一刻も早く多くの方々に届くような、予算の付け替えをしなければならない。そのために国会を早くから開き、その議論をし、一刻も早く皆さんに給付金であり、いろんなものを、届けるような形をしなきゃいけなかったんですけれども、ギリギリまで国会を開かず、そして、余った30兆円は執行できないまま、いわゆる30兆円の未執行分、これを予算を付け替えせずに今回の国会で出すってことを決めなかったってことは、30兆円分救える事業者を救わず、30兆円分、救えるはずの人々の命を救わず、30兆円分人々の暮らしを支えなかったってことです。つまりは今回の国会、これ解散するってことに対して何か名付けるならば、棄民解散以外に名前が見つからないっていう状態です。はい、とにかくもう一刻を争うという状況に なられている事業者や生活者、たくさんいらっしゃいます。ここに対して大胆に政府が、下支えしていく、お金を出していくということは、必要最低限、その最低限もしないというならば、これは私は民衆の敵だと思います。はい、そういう考えです。一方で衆議院ですね、衆議院選挙をどのように臨むかということですけれども、一刻も早く、この民衆の敵たちを引きずり下ろさなければならないということです。つまりは選挙を超えて次の国会が始まるときには、岸田さんは総理でなくなるという状況を、勝ち取らなければならない。これは、この国の将来、そればかりでなく人々の生活、明日の生活というところを、にかかっている問題だというふうに認識しています。どうぞ。争点ですか。まあ、2つ大きな争点があると思います。徹底的なコロナ、ごめんなさい、もう一回いきます。徹底的なコロナ対策、そしてもう一つは、徹底的な政府の財政出動、この2つだと思ってます。で、コロナが、コロナウイルスによって世界中が困っている、それは日本も例外ではありません。ただ世界と日本で違うところが1つだけあります。それは何かというと、25年のデフレ、そこから脱却できない。つまりは25年不景気が続いている中、格差が開き、人々の生活が地盤沈下している中で、コロナまでやってきたという認識が政治の中に薄い。特にその認識を持っていないのは自民党と公明党と維新だと私は思っています。そう考えるならば、当然その対立軸は何なんだって考えると、国がどれだけこの緊急事態時、人々の生活を支え、事業者を支えるのか。どの事業者も倒さず、失業者も生み出さないという、状況を政府が政策として打ち出さなければ、これはこの先、社会が壊れます。社会が壊れてからもう一度やり直すということをするには、途方もない時間と、とてつもない金額と、そして、多くの命が失われる、それを止めるために世界中が積極財政しているわけですね。一方で日本はどうか、一回こっきりの10万円の給付と。眼帯みたいなマスク2枚、これでどうやって乗り切れっていうの、そういう話です。他はございますか。文化放送の清水です。ご自身のご対応、やっぱり注目を集めていると思うんですけれども、スタンスは決められましたか。あ、
選挙区ですか、どうやってこの衆議院選挙に私自身が臨むかって話ですね。それね、まだ決定してないです。はい、他はございますか。毎日新聞のところです。衆院での初議席に向けて、その目標議席ですとか、目標を教えていただけますか。まあ、初めての衆議院選挙を私たち令和新選組迎えるわけですけども、まあ、1議席でも獲得できれば勝利ですね。ゼロスタートですから、そう思ってます。で、それではとどまらず、やはり、2桁には乗したいという思いがありますけれども、そこまで行くかどうかはまだわからない。で、最低ラインというところを求められるならば、私は3議席は最低ラインとして担保しなければならないと思ってます。その理由は何か、まあ、特にですけれども、今政治的な、報道番組といえば、NHK の日曜討論みたいなところがありますけれども、まあ、ことごとく政党要件を満たしているにもかかわらず、そこに対して出場の機会、スタジオに入ることも許されないというようなですね、この公平公正とは言えないような、ある意味で放送法に、これは抵触するようなことを続けているような、放送局に対して、私たちはしっかりと 2% という要件のみならず、もう一つ、5人、国会議員現職5人という部分でも満たしていきながら、衆議院選挙の後はしっかりと、電波に乗れるように、多くの、この国に生きる人々に私たちの政策考えていることが伝わるような状態を、作っていかなきゃならない。そう考えると、一番の最低ラインはそこになっていくだろうということです。他ございますか。お腹いっぱいですか。おかわりございませんか。大丈夫ですか。はい、どうぞ。まあ、でもね、今月中に決めたいと思いますって話になりませんからね、これね。リミットが迫っているってことは認識しています。他ございますでしょうか。代表の衆院選での活動の仕方について伺いたいんですけれども、まあ、どこかから代表自身が選挙に出られるということで、全国 の応援に行かれるかどうか、そのあたりどう思いますか。ありがとうございます。今回私たちが、令和新選組として候補予定者、現在25人ぐらいいるかな。その中で、まあ、この先どういう調整が行われるかということであったりとか、バランスを考えてということも含めた上で、まあ、一番は消費税 5% に一刻も早くするってことを実現するためが私たちの戦略ですから、そう考えるとすると、やはり、引かなければならない選挙区っていうところも出てくるでしょう。で、そういうことを鑑みた上で、それに加えて私の選挙区であるのか、どのようなこの衆議院において私が、選挙を戦っていくのかという自分自身のところと、いろんな、ことを勘案しながらの答えになっていくと思います。ただし、選挙区を選んだ場合には、当然その地元選挙区というところに、多くの時間を割かれることは間違いないことだと思います。まだわからないということですね。一言で言ったら。あ、大丈夫ですか。はい、あ、どうぞ。今日からですね、銀行とかに加えて、ね、投資とかあると思うんですけど、ようやく投資とですね、どういった意気込みというか、主張したいのか。ありがとうございます。まあ、私たち小さな政党ということで、配分される時間というのもおそらくほぼ一瞬であろうということを、念頭に置かなければならないだろうということです。で、どちらかというと私たちの性質としましては、笑いを取りに行くような政策、性質ではないということは分かると思うんですね。そう考えるとするならば、自分たちの政策をいかにコンパクトに伝えていくか、政策のみならず、その社会的背景とかも含めた上で、短い時間でどれだけ伝えられるのかということを、やはりやっていかなければならないだろうという考えです。いかがでしょう。大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、ありました。どうぞ。確認なんですけど、はい、衆院選で何の転換を求めるかというと、やっぱりその財政、積極財政に
変えるっていうその転換を求めていく選挙になるのか。なんて言えばいいかな、ドケチ政策から転換しなきゃいけないってことです。当たり前の経済成長ができる国ではなかったんです。世界中が成長し続けている25年の間で日本だけマイナス成長、ゼロ成長なんですね。こんな国ないんですよ。で、そのドケチ政策というものによってどういう弊害があったかってことを考えると、コロナ禍で考えれば、例えば保健所ですよね、90年代から比べてみると半分近く減ってしまった。で、有事という時には対応ができないということで逆に感染者を増やしてしまったという背景があります。これあくまでも保健所一つ例えにとっただけですね。例えばベッドの病床はって減らしていくことにインセンティブを与えるような政策をずっと続けてきた。だから人々の命を守るという観点の政治とは遠く離れているわけです。他にもたくさんあります。教育に対しても投資はされてこなかったし、自民党とズブズブと考えられるような建設土木に関しても、公共投資ということでは90年代から、その予算半分にされてしまっている。いろんな分野に対して国が財政を出動しないという方向性に行くならば、当然、国全体の回るお金は減ってしまう。それによって、賃金も減っていく。当たり前のことですね。で、景気が悪いときに消費税上げたらどうなるかって言ったら、誰かの消費は誰かの所得ですから、当然その循環はより弱まり、みんなの所得も下がっていく。この先進国ではこんな間抜けな経済政策や労働政策を取る国はありませんよ。日本だけだから25年不景気なんですよねっていう前提のもとに、そこのコロナがやってきたっていうことを合わせた上で議論しないと噛み合わないですね。その最低ラインに議論を合わせてくるっていう政党がどれぐらいあるかって言ったら、ある意味で与党側は壊滅でしょうね。そういう認識がない。加えて、ある意味で与党の別動態である維新も同じ。そう考えるならば、やはりこのまだ今野党で力を合わせてるっていうところを鑑みた場合に、コロナの対策は徹底される。消費税も 5% に下がる。他にもベーシックサービスって言われるような教育であったりとか、住宅であったりとか、そういったところにも皆さんの負担をなくしていくっていう方向性は示されているわけですから、これは大きな対立軸ですね。ある意味で一握りの者たちだけが儲かるような社会でみんなを貧乏にしてきたということからの転換です。ありがとうございます。いかがでしょうか。はい、琉球新報なんですけど、ありがとうございます。基本政策についてですね、お伺いしたくて。はい、ありがとうございます。はい、この間の参院選でもですね、この令和圧倒強烈が全部で一番批判高かったっていう意見もありますけれども、まずはその来年ですね、日本復帰50周年を迎えるんですけれども、で、まあ、今新たな沖縄振興の振興策の策定がですね、進んでいる状況で、で、まあ、もう概算でですね、その来年度の予算額も出ておるんですけれども、まあ、この従来型のですね、その沖縄振興策でこのままいった方がいいのか、あるいはなんかもっと違う振興策があるんじゃないかというところで、まずその大学の考えを伺いたいのと、あとまあその辺野古新基地建設についてのスタンスについても、現行の計画でいいのか、で、まあ、南部、本土南部からの土砂採集という計画がまあ、あるという作業ですけれども、この、まあ今この土砂を、まあ、その基地計画、基地建設にですね、使うべきでないという意見がかなり出てきていると、でその辺についてのお考えもお示しいただきたいと思います。ありがとうございます。まず辺野古の新基地に関しましては、これはもう論外です。もう沖縄県民の意思というのは、もう過去何度もの選挙において示されているし、そればかりでなく、県民投票までやっているという結果が出てますね。そういった意味で、これを国の力で進めていくということはもうただの暴君ですね。それを進めようとする者たちは、ある意味でこれを一刻も早くやめさせなければならないというのが正しい政治にあるんだろうと。一方で安全保障問題にかかる話じゃないかってことはありますけれども、もうすでに例えばですけれども、アメリカの陸軍大将をやられてた方、そういった方々からも辺野古の新基地っていうのは非常に脆弱であると。精密誘導弾数発で、もう使えなくなるような代物で、しかもマヨネーズの地盤の上に立ってるわけですよね。そんな軍事基地あるんですか。ありえない話ですね。何のためにやってるんですかって言ったら、一部の者たちが利権のためにやってるとしか考えようがない。汚れた政治家と汚れた金を手にしたい、そういう者たちが手を組んでこれを前に進めようとしているんだろうと。そう考えるならば、当然沖縄県
沖縄県のオーナーは沖縄県民の方々ですから、沖縄県の方々が過去に何度も政治的手続きでそれに対してノーだということを突きつけているわけだから、一刻も早くそれは止めなければならない、そういう認識です。でもう一つ、沖縄にはもう皆さんも当然のことのようにご存知でしょうけれども、米軍基地、米軍施設集中してますよね。でこれによって沖縄がどんな利益を得られたんですかってことです。逆に言ったらマイナスになってませんか。これまでの米軍基地があった場所、こういった場所が民間に返された途端に雇用が増えたりとか、そういうことを見ていくならば、逆に言ったら沖縄の発展という部分の足かせになっているだろうということだと思います。でそれに対してインセンティブを差し上げているじゃないかってことですけれども、基地の負担割合によって沖縄が儲かってるという状態があるんだったら、どうして全国で一番子どもの貧困が高いんですか、沖縄が。おかしな話ですよね。で私たちは沖縄を含めた離島振興策っていうものを大々的にやっていくべきだろうと。逆に言えば今私たち野党の中では消費税 5% ということをまずやっていく。もちろん私たちはもともと廃止ですけれども、この 5% に対して私は離島に対してはゼロというカウントでもいいのではないか、そういうことを訴えております。ある意味でいろんなハンデを背負っています。本州に住んでいるよりもやはり輸送費もかかるわけですから、そこに加えて消費税まで上乗せになるということになったら、当然これは物価そのものが上がりますから、これは生活苦しくなって当然のことですね。そう考えるとするならば、数々のインセンティブ、ある意味でこの離島にお住まいになっている方々だったり、そういう方々に対してはより暮らしやすい状況を作っていくのが国の役割だろうというふうに考えています。振興策としては当然その子どもの貧困をなくすということが当然のこと、そして医療という部分も充実させていくこと、非常に沖縄としては非常に高いポテンシャルを持ってます。コロナが来る前にはハワイよりも観光客が多かったということは明らかですから、ある意味で、そういったもう自然遺産に値するようなものたちを、そういう新基地建設などによって壊されていくというような、ある意味で観光資源を食い潰していくようなことを国が進めることは論外であるし、何よりもその下支えという意味で徹底的に、私は国がお金出していくべきだ、そういうスタンスです。ありがとうございます。ありがとうございます。今子どもの貧困のお話が出ましたので、はい、じゃあ子どもの貧困をなくすための対策としてはどういうものをお考えですか。ありがとうございます。例えばですけれども、当然学費はいらないっていう前提、例えば沖縄に住まれていた子どもたちが、県外に出るとかっていうことですね。そういう場合には戻ってくるということを前提に、例えば学費はタダにするとか、私は全体的に学費をタダにしたいという考え方ですよ。けれども、すぐにそれが無理なんだったら、まずはそういったところから手をつけていく、そういうような話ですね。あと例えばですけれども、全体的にそれを一気に進めるのが難しいのであるならば、そうだな、少なくともその消費税という部分に関しては、一気にゼロ廃止という形にならないならば、 5% よりも先行して、私は使えるお金を増やす意味でも離島の方々、沖縄を含めた離島の方々にはそういったインセンティブを渡していくべきだという考えです。その離島についてなんですけども、まあ、今現政はですね、離島防衛という、まあ、を重視する考えを示していて、まあ、ミサイル配備なども進めている状況なんですけども、まあ、その離島振興という意味ではその政府もかなり押し出しているんですが、まあ、その代表がおっしゃっている方向性は全く違う方向性であるんですけど、あ、なるほど、それ南西諸島の防衛の話ですね。でもそれで何が一体進行されるんですか。自衛隊員が増えるから経済が回るだろうみたいな話ですか。そういう話では私は本物の経済進行とは言えないと思ってます。逆に言えばしっかりと紐づかないそれぞれに対しての補助金であったりとかっていうものを徹底的にやっていくべきだろうと。医療費がかからないとか、そういうような離島だったら安心して子どもを育てられるよねっていう状況にしていかないと、まあ、沖縄は人気の土地ですから、なんだろうな、よそからの、なんだろう、新しい住人というのは増えていくということはありえるでしょうけど、その他の離島を考えてみると、やはりなかなか離島生活を始めるっていうのは、新しい人たちにとってはハードルが高い話ですよね。そう考えるとすると、やはり必要な公共事業であったりとか、そういうもので仕事を作り出し、雇用を作り出すということも必要になってくると思います。もちろんその
今の政府の言ってる南西諸島に対する防衛っていうような計画に関しては、私はそういう拠点を作っていけば作っていくほどより緊張は高まっていくだろうなとは思います。逆に言えばこの沖縄と関係性の良かった他国との関係性は、やはり沖縄を交えた上で戦略っていうものを考えていかなければ、これバランス取れないんじゃないか。遠く離れた中央から行き立ったような政策を出したとしても、それは現実とはマッチしない部分もあるかもしれない。やはりこれまで友好関係を築いてきた沖縄というところも、この国の防衛という部分に関してしっかりと意見を聞きながら、それを形にしていくってことも必要なんだろうというふうに思います。すみません、何度もすみません、あと1点だけ、まあ、今子どもの貧困の話でまして、その、まあ、いろいろ経済振興策も出発しておりましたけども、まあ、その子どもの貧困の、まあ、根本原因として、その世帯所得が低いと、まあ、県民所得が、まあ、全国でも最下位がずっと続いているという状況なんですけども、まあ、その県民生活の底上げについて具体策があるのかどうかと、あともう一つは、まあ、今後ですね、その沖縄は、まあ、得票率も高いという背景がありますから、その候補を立てていくとか、その選挙戦略としてどのようなお考えをお持ちなのか。そうです、杉並で立てるだけでも大ハレーションですから、それを沖縄で立てるっていうのはなかなか、もちろん立てたいという意思はあって、この2年間の間にいろんな話し合いといいますか、候補者にふさわしい人だったりとか、いろんなことを勘案したりはしましたけれども、最終的にはやはり、そこに令和の候補者を立てるということには至らなかったってことですね。で、その経済振興策じゃないな、子どもの貧困問題っていう部分に関しては、おっしゃった通り、そのそれぞれの世帯に対しての、使えるお金を増やしていくっていうことが何よりも重要で、私たちが今政策の中で言ってるのは、これは沖縄に特化した問題ではないですけれども、子ども手当は倍にするべきだと、3万円出していく、他にもですね、例えばですけれども、私たちが言っているのは、全国一律で1500円の時給にしていく、これは、特に中小企業などに対しては国が支援をしていきながらってことですね。そういう形で、やっていくというのが、私一番この国の不安定な状況を脱するためには必要じゃないか。ある意味で消費税をなくすということでもかなり大きな経済効果はあります。例えばですけれども、消費税をゼロにした5年後には1人当たりの労働者の賃金が28万円ほど上がるというような試算を参議院の調査情報担当室が出しています。いろんな政策を組み合わせていきながら、それぞれの賃金が上がっていく、使えるお金が上がっていくというやり方をですね、私たちは考えている。当然このコロナの間には給付金ということも必要になっていくでしょうから、そこに関しても一律という形を取っていきたい。緊急性が高いものですから、それを線引きしている暇はない。困ってる人、困ってない人、やや困ってる人、そんなふうに線引きする時間はないってことです。そう考えるとするならば、一律に出して、後々富裕層であったりそういう方々からは税として何かしら徴収するというような形が一番ふさわしいんだろうっていうふうに考えています。ここなんか参院選とか、その後の選挙でも、その戦略としてこう令和の候補というのはございますか？政治ってすごく長いスパンで考えなきゃいけない取り組みだと思ってます。そう考えると、この衆院選での取り組みもありますが、やはり次の参議院選、その先っていうような考え方でいかないとならないだろうなとは思ってます。で、その状況っていうのは、日々刻々と政治情勢変わっていくと思うんですね。沖縄県内の政治勢力っていうのも変化があるかもしれません。そういったところで私たちの出番ということになった時には、私たちの候補を押し出せるような状態にしていければなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。他はございますか？大丈夫ですか？よろしいですね。よろしいですね。次の質問どうぞ。そういう話じゃないですね。ないんですね。わかりました。帰ります。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございます。よろしくお願いします。